はい、どうも、ミンヘラおじさんです。さっきからですね、夜寝て、今起きて、動画撮ろうと思ってます。で、質問に、答えようと思ってます。このね、竹野内豊さんっていう方から、連絡が来てまして、40歳独身ニートで、初めて行ったキャバクラの女の子に恋をしました。あ、どうすればキャバ嬢とお付き合いできますか？ LINE は来てます。会いたいとかお店来てとか。仮にエコちゃんとするとエコちゃんは僕に気があるのでしょうか？ということに対する回答でございます。結論から言うと、エコちゃんに関しては僕に気はないです。で、お付き合いできますか？できないです。それで終わりでございます。今ごめんなさいね、このまあ言うたらちょっと一連の会社バレ云々の状況で、まあ言うたらそういう竹野内豊さんっていうハンドルネームで、こういう質問してきてっていうので、まあ言うたら釣りなのかなとも思いながらも、まあ、釣りなら釣りで、いいかなと。まあ、言うたら、まあ、おじさんも似たようなもんですと。40歳独身で、まあ、ニートでは何しても、まあ、窓際サラリーマンですと。いうところなんで、そのおじさんが、なんて言うんですかね。サムネイルなんかはね、何回か話したことありますけども、キャバ嬢の女の子が作ってくれてますし、言ったら、ご飯行ったりとかっていうのは全然できてる状態でございます。お店行かずにね。この40歳独身ニートっていうところで、言ったら体型もわからなければ、資産状況もわからないので、家庭の話としてね、40歳で独身ニートで、資産は、浮いた親の家があって、親のすねをかじって生きてますという前提。で、言うたら金融資産がないですという前提。で、言ってしまえば、キャバクラの女の子に恋をしました。喋りに行きました。で、言うとお店に来てって言われてる時点で多分コミュ力はそこまでないと思うんですよ。本当にコミュ力があって面白ければ、言ったら外で会いましょうとか、あなた面白いから外で、もうイケメンだけがポイントじゃないですから、めっちゃイケメンで、40歳であれば、まだ来る可能性ありますけど、それやったら同年代のイケメンもいるんでね、もう40になったらイケメンとか、ムッキムキよりも多分面白さであったりとか経験値、だと思うんです。経験値引き出しですよね。で、今のこの竹野内豊さんはお金が足りてませんというのが1点と、そういう面白さ経験の引き出しがないですというこの2点で、A 子ちゃんに見えた今日明日付き合えないというのが正確な話かなと思います。前提条件がわからないんで、どこまでも、仮定の話なんですけど、とにかくこの2つの要素が足らないんですと。お金と面白さが足りませんと。で、お金に関しては、目標としては、キャバクラのオーナーになって、その子を雇うっていうのが一つ、ありますと。あとは、それは非現実的ですけども、100% の正解はそれ、か、あるいは会社経営者になって、その子を雇って、ご飯に連れ出すっていうのを頻繁にしたら、言うたら会社の社長さんやし、お金も持ってるし、行こうかと。紀州のドンハンじゃないですけども、そういう形での口説き方はあるかなと思ってます。それはどうなんでしょうね。どうしたらいいか。ニートってことは働きたくないのかな。まずは、種銭を作ることが大事だと思ってるので、なんていうんですかね。行動しましょうっていうところだと思うんですよ。お金を作るための行動をしましょうっていうのが一つありますと。それは、労働者として働いて種銭を稼いで、女の子に会いに行くためのお金を作る、というよりも、何かしら業を成して、
言うたら種銭を作って事業をすると、この2つの軸で考えたらいいんじゃないかと思います。でただただ働くのであれば、何でもいいので時給単価の高い仕事について、やっていくっていうのが手なんですけども、それじゃあ、言うたら何年経っても、難しいんじゃないかというところで、業として考えるならば、手っ取り早いのは背取りであったりとか、あるいはなんていうんですかね、株式投資であったりとか、そういうところなんじゃないかなと思ってます。どういうスキルがあるかわからないですけども、仮に、なんていうんですかね、背取りであれば、私もいろいろ話したんですけども、私の友達なんかニートですけれども、ニートだったんですけれども、今もバイトで介護の仕事をしてるんですけども、結局月60万ぐらい売り上げて、利益が月20万ぐらいというところなんですけども、結局業で換算したら多分、言うたら最大瞬間法則で1000万ぐらいの売り上げは作れるわけですよね。で、それで大体2、300万の利益が出ますというような業は十分可能なので、自分が好きなこと を突き詰めて、ニートであればアニメとかそういうのが好きなんであれば、限定版の DVD とかをですね、仕入れて売るっていうことも一つでしょうし、フィギュアを、安く仕入れて高く売る、それは利幅で考えたら500円1000円かもしれないですけども、それをコツコツやっていくことで、業として、やっていこうと、それまでの間つなぎでね、単発のバイトとかして、やるのもいいですし、なんですかね、一石二鳥で考えたら、そうやって背取りしてる姿を YouTube で動画投稿して、ノウハウとして配信するということをして、見るのもいいのかなと思ってます。業としてはそんな感じです。で、それで作った種銭で、なんていうんですかね、株式投資をするとか、いうのは一つかなと思ってます。そういう流れでやるのかなと。それ第一歩ですね。どんな業でやればいいのかっていうのはもう多分もう悩み尽きないと思うんで、もう本当にね、ニートから背取りでやる一番の方法っていうのは、クレジットカードを新規発行して、ポイントをもらって、そのポイントをですね、言うたら自分のものにするということで、自分の収入にするっていうことができるというのが一つと、そのクレジットカードを使って、いろんなその商品を仕入れるってことができるので、まず背取りの一歩というのは、ポイントサイトを使った、言うたら自己投資、すいません、自己、なんですかね、自分でポイントをもらうってことができるんですが、要は。で、それで、言うたら種銭を作って、言うたら、仕入れに関してもそれでやるということをやれば、多分背取りは、可能性はゼロじゃないと思います。で、そうじゃなければ、言うたらもう、しっかり働いて、種銭を作って、その女の子のお店に通って、喋ると。いうところが、まず第一歩だと思います。で、理想は自分で、事業を成して、そこの事業で、バイトなり社員として、お昼雇ってあげるということをするのがいいんじゃないのかなと思います。そしたら接触機会も増えるし、一応社長やから食べに行くのを断るなんてことはないと思うんで、そこで接触機会増やして、自分が面白いなととかなんかいいなと思えるような男性であれば、付き合える可能性はあると思います。ただもうそういう段階になってきたら、別に A 子ちゃんだけじゃなくても B 子ちゃん C 子ちゃん D 子ちゃん誰でもいけると思うんですよ。雇ってもらえそうな子を雇ってほしそうな女の子を雇って口説きゃいいんだからというところです。キャバクラのオーナーなんかもそうですよね、結局。だからそこまで業がうまくいってキャバクラのオーナーになれるんであれば、それはキャストさんに手出すっていうのは簡単だと思うんで、その方向で行きましょうというところが一つ。で、もしそうならなくても、少なくとも、背取りとか、株式投資とかやってるとですね、
あの知識がつくんで、知識と経験がつくんで、まあその話が言うたらキャバに行ったらできるんで、まあ、今や言ってることをニートの段階からやるのは全然、まあそんなことはないと思います。失うのは時間だけ、でございます。でも何もしなければ何も変わらないんで、まずはやってみるのが一つなんじゃないでしょうかというところでございます。で、まあ二つ目、面白くなるっていうのは、まあどう面白くなるっていうのか分かんないですけど、要はだから、まあ同年代でもないですし、女の子と喋る機会が少ないと、あるいはそもそも人に対して喋る機会が少ないんじゃないかというのが挙げられますと。で、そこをどうしたらいいかというと、まあ何だろう、働けというところもあるんですけども、何らかの事情で働けない場合は、おじさんみたいに YouTube やりましょうと。まあ、見てもらうことを目的じゃなくて、自分の Vlog を発信する感覚でやっていきましょうと。まあ、最初はそれはつたないですよと。ただ、おじさんも今300本以上動画上げてまして、300本も動画撮ったらね、ベラベラ喋れるようになります。ので、まあ、その内容は分かんないですよ、ね、どういう内容でベラベラ喋るのか分かんないですけども、まあ、最悪ネタがないので、動画撮ってみて、僕の寝てる姿を見てくださいとか、そういう切り口でもいいと思うんですよ。もう再生なんか1人とか2人でもいいと思うんですよ。ただやってみることで、変わることはあるかなと思ってます。少なくともつたなく喋、れるっていうレベル1の状態からレベル5ぐらい目になると思うんで、その、キャバ嬢と付き合える可能性っていうのは 0.1% でも絶対上がるんで、いいと思ってます。で、まあ、先ほどのお金を稼ぐとまたこれ重なるんですけども、 YouTuber として成功すれば、必然的に自分のことを好いてくれる人も出てくるんで、で、まあアドバイスをもらったりとか、別に、その竹野内豊さんのことがファンだという方も出てきて、その人と付き合えるかもしれないですし、英子ちゃんと付き合うっていう目標であったけども、実は違うところで成功するかもしれないんで、0.1% でも可能性があるならやってみるっていうのが一つだと思います。で、まあ、先のお金を稼ぐとのミックスになるんですけども、YouTube で収益を、まあ、言うたらかっていうよりも、そういう背取りとか、株式投資とかの情報を言うたらゼロから始める、株式投資とかゼロから始める背取りっていう形で、YouTube で撮りながらですね、このレベル0から1になるところをこう見せるというところが意外とニーズあると思うんですよね。よく YouTube でも0人から100人になった時の何が苦しかったかとかっていう動画ってめちゃ上がってると思うんですよ。で、まあおっさんもめちゃ見るんですけれども、この100から1000もまた見るんですよ。その過程が見たいから、10万人の YouTuber に、どうやったら成り上がれますかって聞いても全然実感湧かないんですけども、この言うたら0から1、1から2のところを必要としてる人もやっぱりいるんで、そういうところをですね、狙って動画作成をしながら、自分の事業を回していくっていうのが、まあ一つあるかなと思います。で、それは収益化に最悪ならなくても絶対経験になりますし、で、YouTube やりたいって言ってる人は結構いるんですよ。だけども何喋っていいか分からへん、どう動いていいか分からへんっていう話なので、じゃあまず iPhone 使って一回動画一発撮りしましょうと。で、見てもらって、どうせ失敗しても見られへんだけの話で、まず、恥ずかしいことすら起こらないよというところが喋れるようになります。で、YouTube 撮ったけども全然回らへんわ、ははっていう話もできるようになるんで、やりましょうと、いうところでございます。で、まあ、もしお金を稼ぎながら、喋るのが上手くなりたいんであれば、それは携帯電話会社に、言うたらコールセンターやるとか、まあ、なんかテレアポの会社に入ってみて頑張るとかっていうのはあると思うんですけども、まあ、それができてりゃ多分ニートやってないと思うんですよ。なので、自分で、ベイビーステップでいいんで、できそうなことって言ったら、もう YouTube で一発撮りすることができると思うんですよ。今、おっさんに、言うたら、まあ、勇気振り絞って、こう、言うたら、なんて言うんですかね。質問していただいて、で、まあ、それに対する回答で今喋ってて YouTube 見られると思うんですけれども、だから自分でやってみて、まあ、失敗してもいいからやってみて、喋る練習だと思って、見たら、まあ、僕は喋れないニートだけれども、この動画を撮りながら喋るレベルを上げるための動画を作るんですと
いうような話でやっていけばいいんじゃないかなと思います。うん。でそれで多分0から1になると思います。でまあトータルで言うとですね、まあドラクエで言ったらアリア班で始まった、ヒノキの棒と川の鱗でですね、言うたらまあ登場した主人公がバラモス倒しに行けますかっていう話なんですよ。あのラスボス倒しに行けますかって話もあるけども、その前段階でボス倒せるかっていうところ、が大事になってくるんで、でボスを倒すためにはちゃんと冒険をしてレベルを上げて、魔法が使えるようになってっていう段階が必要なんで、まずはその段階を一段一段上げていく努力をしていくっていうのが必要かなと思います。まあ、それか親の遺産を10億もらいましたというような状況にならないと、なかなか難しいかなと思いますので、まずは一つはお金を稼ぐためのですね、術を身につけましょうと。これは、勤務やったら勤務でいいですし、勤務でお金をつく、言うたらまあ、作ってですね、働くと。働いてそのお金で女の子に会いに行って、まあ接触機会を増やすというのが一つと、もう一つは、もうそもそも働けないからニートなんだよっていうんであれば、せどりとか、言うたらクレジットカードを自分で作ってポイントもらって、でそのポイントとあと、クレジットカードの枠を利用してですね、せどりをちょっと始めてみるとか、あるいは株式投資を始めてみるとか、まあ、何らかその副業のなんかこうあるんですよ。こんなことで、こんなこと副業に向いてますよとかっていうのがあるので、それを片っ端から調べてみて自分にできそうなものを選んでやると。まあただ詐欺案件にはご注意くださいって話なんですけども、まあ例えばクラウドワークスで文字起こしでもやってみるとか、あでもいいと思うんですよ。小銭は稼げますから、すぐできます。でまあそこの小銭を稼ぐことで、ベビーステップで近づきますよっていうことを言ってるわけではなくて、小銭を稼ぐ、様子を YouTube で撮って、それを、0から1で、成長するための日記を取りますというような方法でやると、そのクラウドワークスとかランサーズで受注して、言うたら0の時はまあ20円30円の案件とかアンケート、まあ答えてましたっていう話ですけども、どん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 レベル上がっていったら一文字1円で文字起こし頑張りますみたいなところで話をしていくことで、それをやってる人が興味持つ可能性があると。なので、言うたら自分で小銭を稼ぎながら YouTube で撮って、その状況を話すことによって、まあなんて言うんですかね、ワンチャン当たるかもしれへんっていうのと、まあその言うたらまあ、小銭を稼ぐというのと、あと喋るスキルが身につくというところで、いいんじゃないかなと思ってますと。っていうのがまあお金を稼ぐという一つのセクター。もう一つ面白くなるというのは、もう言ったら喋るスキルが全然ないっすと言うんであれば、まあお金を稼ぐとの掛け合わせで言えば、言うたらテレアポの電話とか、それこそ言うたらコールセンターで働くとかっていうところで喋る訓練をするっていうのも一つですと。ただやっぱ勤務するっていうことが難しいからニートなんだよこらというのであれば、 YouTube を今言うたら、まあ、見ることができるということは作成することができるので、今すぐつけて、iPhone であればすぐ撮ってで、動画アップしましょうと。で僕は喋ることができない40歳のニートですと。でこれから、女の子にモテるために喋、る訓練しますと、いうような話をずっとこう、まあ、やっていくと、誰も見てないかもしれないですけども、自分は拙い喋、るかもしれないけども、300回もやればおっさんみたいにベラベラ喋れるようにはなります。まあ、ここまで喋れるかどうかわかんないです。もともとおっさんはどうなんでしょうね。まあ、男同士ではまあ結構喋ってましたけども、ただ私、3日しか付き合ったことのない素人童貞ですので、素人のそんな底辺のおっさんですら300回も動画撮ったら喋れるようになるんですよ。で無編集でも見てもらえることもできて、でマックスやったらまあ1500回ぐらい、まともな内容で1500回ぐらい、下ネタやったら1万5000回ぐらい回るんですね。で今もまあ言うたら前と合計したら16万回ぐらい再生来てるんで、言うたらまあ見てもらえることは確実です。それはもう私が実証します。これからも実証していきますし、実証してます、ので、まず YouTube 撮りましょうと。でまあそれが無理でっていうんであれば、喋る練習なんで、その練習でもいいじゃないですか。YouTube 撮るための練習でもいいと思うんですよ。で、もう一人でちょっとベラベラ喋ってみて、って声に出すことが多分大事なんですよ。で、おっさん結構こう、
婚式の二次会の司会とか、結婚式のスピーチとか頼まれるんですけども、私カラオケボックスでエコーの確認してましたから、言うたらまあカラオケボックスで一人でその自分が拙い内容で YouTube 撮りますっていうので、まあ言うたらまあちょっとエコーを使ってやってみるとかして自分の声を聞いてみて、で、あ、俺この声やったやなというのを確認しながらですねやっていくっていうのでいいと思うんですよ。それで、まあ、やっていきましょうと。で、まあ、経験値、引き出しが、まあ、万が一ゼロだった場合も、YouTube やってるんですと、何もないところから、こうやって喋れるようになってきて、100回ぐらい動画撮ったら、ちょっと喋れるようになってん、みたいな感じの話もできるようになるんで、まあ、そうなってきたら、女の子も、え、何それっていう形で、食いつきます。うん。食いつきます。うん。ので、まあルックスとかは全然わからないですけど、少なくともまあ底辺のおっさんよりかはルックスはいいはずです。ので、まあ、そういったところでですね、努力をしていってみたらどうでしょうかというのが、まあごめんなさいね、もう20分喋ってるんですけども、まあ答えでございます。まあ端的に言うと、今日明日は無理ですと。ただお金を稼ぐという、まあ言った一つの要因と、経験を積むという要因から、その両方を組み合わせると、両方かどちらかを、まあ言ったらやるとですね、付き合える可能性は間違いなく上がりますんで、で、仮に A 子さんと付き合えなくても B 子さん C 子さんと付き合える可能性が出てくるから、この2つをやるっていうことを頭に入れて、やってみてはいかがでしょうかというのがおっさんの回答でございます。うん。まあこんな感じで、真面目に答えてみましたというところでですね、一度参考にしてもらっていいんじゃないかなと思います。少なくとも、何もやらないよりかは何かやった方がいいっていうのが私の意見ですし、別にその恋が実るか実らないかは今日に関しては無理だけども、じゃあ1年後できないかと言われたら、そんなやり方次第やろうと思いますもん。宝くじ当たる可能性だってありますし、ああいった株で言うたら、まあ、背取りだってうまくいく可能性がありますし、で、言うたら種銭に50万なり100万使ったら、FX で一発ドカーンと当てることだってできるかもしれない。でも何もやらなかったら、何も起こらないんで、で、そういう意味では、資本金ゼロで一番手っ取り早くできるのは多分 YouTube だと思うんですよ。YouTube で、もう言うたら0から1までのその、ひもて男性の成り上がりを見せるんだというところで、例日目撮ってみました。うん。喋ることないです。っていうところから、次、1日目。何もないとは言いながらも、まあ今日は天気でいいっすね、みたいなところから始めていってもいいと思うんですよ。まあ見るか見ないかは別として。うん。なので、本当に、なんだろう。うん。頑張ってくださいもそうですし、まあ、おじさんも頑張るところの、まあ、言うたら結構、不純な動機の一つでもあるんで、それはもう金持っても、金持ちになりたいとか、モテたいとかっていうのは、もう、それは、オスの本能でございますので、そういったところで、お互い頑張っていきましょうというところで、動画締めさせていただきます。ありがとうございました。